はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。先ほど無事に1週間の滝行が終わりました。とても気持ちのいい滝でした。ではまた後ほど。はい、ただいま入りました。前回の動画でお金のファーメーションの復習をしました。私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私は有り余るたくさんのお金を持っています、というアファーメーションを15分間唱え続けて、スラスラスラーっとつっかえずに言えたら OK ですよって話をしましたが、それって毎日15分間唱えるんですか、というご質問もいただきました。毎日唱える必要はありません。僕がなぜ15分間って言ったかというと、その時間が手頃だからです。15分間私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私は有り余るたくさんのお金を持っています。私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私は有り余るたくさんのお金を持っています、ということをですね、スラスラスラーと、そんなに早口なくていいですよ。今僕猛烈な早口で言ってますけども、もっとゆっくりでも全然構いません。ここで大切なのは、文字を頭に思い浮かべることなく、無意識でスラスラスラーと言えるかどうかなんですね。般若心経は僕ずっとどんなことがあっても言えるんですけども、例えばね、観音経っていう割と長いお経があります。長いんで突っかえることもありがちではあるがちなんですけども、でも突っかえない時があるわけですよ。どういう時かというと、何にも考えてない時です。滝の中で、妙蓮華経観世名菩薩門梵行聖尊妙相宇宙観観世門美仏師愛念妙意観世南宮祖妙相尊敬道無人に妙上観音行禅道正法正偶勢神妙外楽語不思議自他戦略物大正長官怪異妙略説門妙行献身新年福家能滅上宇宙慶死後外水楽大化経年辟観音力っていうのがですね、バーって続くんですけども、自分で文字を思い浮かべると突っかえちゃうんですよね。無意識で言えるかどうかなんですよ。今のお金のファーメーションに関しても、無意識で15分間バーって言えるかどうかです。たったこれぐらいのフレーズだから、それを何回も言うことだから、言えば言うほど潜在意識に入ってしまうわけですね。前回の動画で意味軸も僕はすげえことを言ったなってのを後で見返してみて分かったわけですよ。言葉が自分は持ってるんだって話をしたんです。般若心経だったり、不動明心経だったり、光明心経だったり、僕はもう完全に無意識なんですよ。何かヒヤッとすることがあった時に、ラーバクサマンダバーザラダセンナンマーカラシャワダーサヤダイウントラダーカンマンという不動明信号が出てくるわけですね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますっていうのも、日常的な言葉なんですけども、これもものすごいアファーメーションでありマントラなんですよね。前に例に出したことあると思いますが、新車を買って1週間目にゴリゴリって擦ってしまったわけですよ。それも駐車場の隣の車に擦ったんです。まあ気まずいしね、面倒だしってのあるんですが、その瞬間僕はありがとうございますというふうに言ってたんですよね。普通ならって自分を責めたり、なんでこんなとこに車止まっとんねんみたいなですね、変な逆切れしたりすることもあるんですが、僕はその時にありがとうございますってなぜか言ってしまったわけですよ。もちろんそこで大きなトラブルがあることもなく、それどころはですね、ゴリゴリって擦る3日前に車両保険に入ってましたんで、普通だったら 40〜50万修理費かかるところが保険で全部ペイできたわけですね。ありがとうございますの効果かどうかはともかく、ありがとうございますという人生をずっと生きていると、そういう風になるわけですよ。まさに反射神経ならぬ感謝神経によって、僕の筋肉に隅々に細胞の細かいところまでありがとうございますが浸透してるわけですよ。けどもですよ、その逆もまたあるわけですよ。すぐこの野郎なんだ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 っていう風に文句ばっかり言ってる人は、その人の潜在意識細胞の隅々にその文句とか不満タラタラが入ってしまってるわけですね。なんかちょっといいことがあったとしても、いやっていうのもそうですね。僕みたいに、あ、なんかミクロレベルでさ、っていうようなことがあったとしても、ありがとうございますって言えるかどうか、その人生の違いなんですよ。私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私は有り余るたくさんのお金持ってますっていうのが潜在意識に入ってると、そのアファーメーション通りの現実が展開されるって話なんですよ。いやいや、Qさん、そんなん言葉だけで人生ってうまくいくもんなんですか、という質問もいただくんですが、おっしゃる通りでございます。言葉だけで人生ってうまくいくんですか、っていう疑問の通りの人生をあなたは送っていませんか、というのがまたしかりなんですね。僕は2004年の5月に斉藤ひとりさんの本を読んで、ついてるって言ったら運が良くなるんだっていう記述を見た瞬間に、よし、俺はついてるしか言わねえぞっていうふうに素直に受け
け取ることができたわけですよ。もしそこで、いやこんなうさんくさいでついてるって言ったら運が良くなるなんて絶対うさんくさいよね、なんか詐欺じゃないのっていうふうに思ってしまう自分だったら今の自分もないんですよ。素直についてるって言ったら運が良くなるんだっていうことを本当に受け取ったわけですね。やっぱ人生良くなりたいわけでしょ、豊かになりたいわけでしょ、それが前提なんですよ。だから僕の根底の根底の根底っていうのはとっても素直で魂がピュアなんだなっていうことが今更ながら思うわけですね。でもそうじゃない人もいるかもしれません。これまで生まれてきて30年40年50年なんかうまくいかなかったなと、いろんな話を聞いたんだけどもなんかうまくいかなかったなっていう経験があるんだれば、ついてるって言って運が良くなるんだよと聞いたとしても、いやいやいやって言うかもしれません。でももし今この動画に出会ってしまってるわけですから、その考えをちょっと横に置いて素直に受け取ってみてもいいんじゃないですかという、この動画に出会うって結構レアなんですよね。僕が本当に斉藤秀さんとか小林正観さんとか五日市剛さんの考え方に出会って人生変わったようにですね、やっぱりタイミングってなるわけですよ。そういう出会いが全くなくって、あれから15年間経っていたら、まあきっと僕は、自転車にも乗れないし、お金もないし、なんか日頃から喧嘩ばっかりして殺伐とした人生を送ってんじゃねえかなっていう気もするわけですね。でもおかげさまで言葉で人生を展開してきたっていう事実があります。だからそれをお伝えしてるわけです。よし、じゃあそのアファーメーションを唱えて豊かになれるんであれば唱えてみよう、それでいいと思うんですね。車に構えて、あ、じゃあなんかこのつるんとした人が言ってるんだけども、じゃあ唱えてみてそれで実証してみますよと。でそれがもし嘘だったら詐欺ってコメントしますからね、みたいなことを言うんであれば、そういう人生になってしまうの分かりますか？あなたが選べばいいんですよ。考え方そのものもあなたが選べばいいんです。もし豊かになりたい、うえーというふうに楽しく生きていきたいんであれば、どういう考え方を自分のベースに置くか、それだけ考えたらいいじゃないですか。この人が言ってることが嘘だの詐欺だのっていうふうに考えること自体がどうなのですかというふうに僕は思うわけですね。少なくとも僕はついてるって言ったら運が良くなるという言葉そのものに対して詐欺だの嘘だのっていう疑問が全くなかったわけですよ。よっしゃーと思って唱えまくっていたら、もうね、即日に近いぐらい運のいいことがたくさん起こったわけですね。その積み重ねでガーってきたわけですよ。そこで実験しましょう。私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私はあり余るたくさんのお金を持っています。まず15分間、スラスラスラーっと、ゆっくりの自分のペースで構いませんので唱えました。はい、そこから24時間。臨時収入がやってくることを、なんとなく頭の片隅に置きながら待っていたらどうでしょうか。めっちゃ重いんですよ。まだ100万まで行ってないんですけども、多分7、80万ぐらいあるんですよ。まあまあいいでしょ。けん玉がポロポロ出てくるのです。どういうことですかね。充電器とかをね、入れてるポーチがあるんですよ。出張とか自転車の旅行の時にですね。そっから大量の500円玉がですね、ブワーッと発掘されたりとか、その辺に落ちてるとか、なんかね、お金ってね、落ちてるんですよ。降ってくるんですよ。竹芋の話をよくしますよね。3億円が竹芋に落ちてるんです。あれはもらっていいんですよ。なぜかというと、あのお金はですね、脱税を隠すためのお金だから別にいいんです。まあ、多分取りに来ることないわけですね。この3億円どうしようかと。家に置いてたら、マルサが入ってきて、全部取られて、しかも実刑食らっちゃいますよと。で、あげるわけにもいかないし、海外に預けるわけにもいかないし、これ持ってても取られて、しかも実刑食らうんであれば、捨てちゃえっていうお金があるわけですよ。で、そういうのに遭遇することがね、現実にそういう人がいるわけなんですよね。今でもやっぱり脱税というのを怖がっている人がいるわけですよ。でも、そういう究極的な、まあ、ある種、ワンチャンラッキーってのはないことはないんです。それ結構あるわけですよ。突然、誰かかしらお金もらったりとかですね、あるんですよ。そういう臨時収入が積み重なっていくと、やっぱり言葉の力すごいよねってなるわけです。じゃあ別に24時間以内にそれがなかったらそれで嘘かというと、そういうことじゃないですよね。もしかしたら48時間かもしれないし、72時間もしれないし、1週間かもしれないし、1ヶ月かもしれないですよ。その辺は、まあ、そのタイミングってあるわけですね。唱えて24時間以内に高闇に3億円ありませんでした詐欺ですという極端な話でもないわけですよ。まあ、唱えましたと。15分間だけなんか滑舌トレーニングしたよねぐらいな気持ちでいて、それで来たら、おお、すげえな、
ラッキーっていうことで、それが積み重なっていくと、積もり積もり積もり積もって、ドカーンっていうことが来るわけですよ。するともう疑えなくなるわけですね。ついてるって言ったら運が良くなるっていう簡単な話でさえも、即日いいことがたくさんありました。それは積み重なって15年間です。もう疑いようがないんですね。だからこれからの人生、どんぐらい生きるかわかりません。50年なのか100年なのかわかりませんけども、もうずーっとラッキーが続きますし、自分の思い通りの人生であり、常に豊かで常に自由な、毎日が続くっていうことがもう確定してるわけなんですね。じゃあそのためのきっかけがあるとすればそれは今なんです。やるかやらないかはあなた自身です。人生をどのように選択するかもあなた自身です。豊かな人生、自由な人生を送っていきたいと思いませんか。あり余るたくさんのお金がドゥワーッと流れ星のように降ってくる人生で素敵やんと思いません。思ったんであればそれはそうなるということです。おめでとうございます。服の前、はい、これを見ちゃいましたね、見ちゃいましたんで、これでも OK です。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。